おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日も小倉瀬エピソード4続きやっていきたいと思います。おそらく最終回なんじゃないでしょうか。ということで、もう前回のパートがね、あまりにも暑すぎて、もうめちゃめちゃ汗かいちゃったんで、スイカバーを食べて、ちょっと一旦落ち着きました。ということで、続きやりましょうね。いやー、これからメグちゃんがちゃんとね、このゲンゲンの思惑通りに動いてくれるのかっていうところが、気になるなー。だって、私を踊らせてみてとかって言ってたじゃん。いやー、てーてー、てーてーよ。よし、じゃあ、メグちゃん行くよ。とんだ茶番、ゲリラ演劇なんて。これはゲンジが仕組んだこと？それとも、さあゲンジ、見せてちょうだい、あなたの能力を。いいでしょう、見せてあげますよ、タマちゃんがね。ゲンゲンはもうあとはやってくれるのを見守るだけなので。開演時間のようです。さあここからは静かに感激しましょう。いよいよ始まるわよ。セーブしましょう。あ、ゲンゲンじゃん。セーブしましょう。始まったな。いよいよか。さあ行こう。メグさんは必ずここにいる。赤い糸に引き寄せられて。あー、セーブ、セーブ、はい。早くミグ、め、早くメグさんを見つけるの。グズグズしてると、出番が来ちゃうわ。あ、14秒。待って、ちょっと待って、はいはいはい。あー、待って。きついきつい。待って待って。あ、これダメダメだ。ダメだ。ちょっと待って、助けて。メグちゃんがいなくなっちゃう。あー！おい、早くヒロインを出せ。すいません。ちょっと待って、右上とか読んでたらダメなのよ。もう一回もう一回。もうおしまいようじゃないのよ。今のは練習です。練習です。行くよ。まさか20秒で行かなきゃいけないなんて思わなかったから。行くよー。ここだ。ここで上に行く。はい。あれ？あれ？こっから行くんじゃないの？メグちゃんどこ？あ、メグちゃんいた！邪魔すんなよみんな！いた！よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。今1秒ぐらいじゃなかった？いた！メグさん！あなた。さあ行きましょう。あなたの舞台へ。どういうことかしら。この劇のヒロインはあなたでしょ。準備はいい？もうすぐ出番。行きましょう。いいわ、ゲンジ。行きましょう。え？あなたが舞台に上がり、そして運命は完成するの。さあ。たまちゃんなんだね、ここで。観客皆、劇に見入っております。さあ、姫が登場する場面。ここを実況する必要あんの、たまちゃん。姫ってやっぱり彼女よね。さあ、ああ、ひろみちさんなんだ、次。私さ、前回のパートっていうか、なんか、前のパートくらいでさ、中野ひろみちさんのことさ、なんか、漢字のまま読んでて、コウジさんとか言ってなかった？すいません、ひろみちさん。おい、姫役はどうした？ここにいるわ。あ、君がお姫様か。大丈夫か？頑張ります。このベールをかぶって、王子様が取るまでつけててね。わかったわ。水道橋。田畑さん？花里生徒の伝統。俺たちの演劇を。一緒に成功させよう。ええ。そろそろ出番よ。はい。王様とお姫様、出番。よし。おお、我荒野にてさまよえり、呪われし我が娘を探し求め、連れ来たる。さあ。演劇部の名に恥じない演技を見せよう。はい。おー、かぶってるね。姫、よくぞ帰った。はい、父上、お久しぶりです。おー、
その美しい顔を父に見せておくれ。いいえ、それはできないのです、父上。魔界の者にかけられた呪いゆえ。ああ、なんたること。姫を隠し置く我が計らいも無駄であったということか。ご自分をお責めにならないで、父上。私にも希望はございます。水道橋、一時たりともセリフをたがえぬ完璧な演技、さすがだ。あんな大勢の前で、突然の舞台で、どうしてあんな完璧に？あなたの舞台で演じてあげる。それがあなたの望みならば。最高。ガモ君、ガモ君にエセ王子ですよ、エセ王子。そろそろ俺の出番だな。俺は王子、俺は王子、そして姫君と。さあ、田畑さん、今です。おう。やあやあ、我こそは王子、悪しき権威に呪われし姫を助けに来た。王子様、俺の、いや、我の口づけにより、姫君の呪いを解こうぞ。なんだって。口づけ。心配するな、水道橋。俺も初めてだ。そこじゃねえんだよ、問題は。あ、魚住先生だ。何も見てないよ、俺は。何も聞こえないし。俺はここの屋根裏に用があるんだ。一階には用はない。だから、一階で何が行われてるかなんて知らないよ。さあ、一階は気にせず階段に向かうと。いや、こういうところね、いい先生だと思うよ、私は。でもね、こういう時にね、見逃してくれるのはいいけど、いじめとかそういうのを、見て見ぬふりをする先生は好きじゃないですね。まあ、魚住先生はそういうタイプじゃないって信じたいですけどね。はい、これかな？あれ、あんなところに。さては、誰かがこれに気づいて中に入れたな。まあ、中身は入ってるし、親切心でやってくれたんだろう。さてと、このタンクを上に持って行ってたな。これを持って上に行こう。一階のことなんて何も知らないよ。俺のお魚たち、実はここにこっそり置かせてもらってるのさ。やっぱりね。うちの神さん、家が生臭くなるって怒るからな。ここしかないのさ。まあでも、ここなら誰も気づかないからな。いいところを見つけたよ。さてと、この特製の水で、水槽の水替えを。いや、ん？あれ？ああ、なんじゃこりゃー！なぜこんな水がぬるぬるに！これは俺の水じゃない！なんてこった！急いで捨てないと！誰だよ、まったく！なんで俺の特製の水がぬるぬるに！これはですね、まあ、権限の差し金なんですね。どんまい、魚住先生。大久保ゴン太さん、怖い。怖いんだけど、この人。ちょっと待って。魚住先生のやつ読んだことあったっけ？特別科教師魚住、体育教師、生徒思い、そこそこ人気、とても速く走るよ。物分かり悪くない。ダイヤの結婚指輪、美人お金持ちの奥さん。金持ちの奥さんと結婚してんの？いいね。だからこの羽里特化に就職してるのかな。そういうめたい要素をね、いろいろね、喋っていくっていうね。さあ、大久保ゴン太。こいつねー、怖いんですよ。どんな声だったか忘れちゃったな。失礼、大久保ですが、ウグイス谷を送らねばなりませんので、退席します。ああ、そういえばこういうことしてたね。いえ、一人で結構。まったく、会議なんぞより入試問題の分析にでも時間を割いたらどうだ。ウグイス谷はもう外で待っているはずだな。あれ？でも、ウグイス谷さん、舞台見に来てたけどな。気づかないでくれ、ゴン太くん。ん？ウグイス谷、いないぞ。おかしいぞ。ウグイス谷が遅れるとは。いやー、おっさんだ、おっさん。あ、待って、その前に、変えられねえ、よかった。大久保ゴン太の説明見たい。特別科教師、大久保。あ、大久保ゴン太じゃないんだ、これ。大久保玄太でした。ごめんなさい。ずっと
ンタだと思ってた。大久保玄太。受験指導は超一流。しかし、横柄な態度を嫌われている。マイ教鞭。ドカドカと歩いている。徹底的な先民指導。先民指導ってなんだ？特化性を鍛え抜く。眉間にシワ。鋭い眼光。なるほどね。あと、きっちりスーツを着る。なるほど。ちょっと待って、先民指導ってなんだろう？ちょっと調べるわ。なんか、先民指導っていうのはちょっとよくわかんなかったんだけど、先民思想っていうのがあるね。これなんかユダヤ教みたいなこと書いてあるわ。ちょっとそういうのはよくわからないので、まあ、進めましょう。はい、じゃあ人変えでおっさんね。源氏の企みを実行してやるか。じゃあ、どっかへ。ここであれかな、大久保先生と激突するのかな。あいつなら屋上にいるのを見かけましたよ。ウグイス谷でしょ。屋上に上がっていきましたよ。そんなバカな。確かめてみては。失礼します。源氏の野郎。さあ、これでどうなるかな。いやー、おっさんよくやった。お、ゲンゲン。さあ、降りてこい、八王子。八王子、僕と知恵比べだ。お、レン君だ。源氏、俺を失望させるなよ。おい、誰かいるのか。ウグイス谷。開けるぞ。まずいな。誰か来やがった。一時撤退するか。一時退避するか。オッケー。ここから降りるってことね。来た来た。ウグイス谷、なぜこんなところにいる。なんだ、誰もいないじゃないか。いや、誰かいたな。タバコの匂いが。出てこい。大久保が屋上で居座ってやがる。仕方ね、降りるか。源氏か、俺を引っ張り出そうとしてるの。が、よー、滑った。ちょっと、ま、来たー。さあ、物語も佳境、王子様の口づけが。あいや、待たれよ。あれは、謎の男が現れました。王子に挑もうというのか。こやつは王子ではない。我こそが王子。そやつは偽物。バカ、何を言ってるんだ。こんなの台本にないぞ。悪の権威の手先め、王子のふりをして姫君に近づくとは。やっぱり、なんかおかしいと思ったんだ。最低だな、田畑ガモン。バカ野郎、俺は王子だ。いや、俺こそが王子。偽物は退治してくれる。待て。うわあ、あ、飛ばされた。よし、中田のやつやりやがった。確かにこれは予期せぬ行動ね。姫、もう安心。まあ、危うく悪の者の手に落ちるところでしたわ、王子様。ああ。さあ、あなた様の口づけで、私の呪いを。本物の王子との口づけです。いけいけー。セプン、なんて書いてあった？読めなかったけど、どんどん。は、何？誰？どうした？おや？入り口側の窓から音が。なんだあいつは。男子生徒が窓の外から何かを訴えています。なんなの？彼は一体何を。なんなのだ。何が、どうなって。もしや、これは。俺たちの青春が絶頂を迎えるこの時に。ああ。これは？いけない。あれは落ちる。源氏、
あなた、見かけによらず冷酷なのね。かろうじて窓に捕まる蓮、源氏の仕業。でもどうやって？焦ってるね、めぐちゃん、珍しく。おお、源源だ。優しいね、めぐは。ああ、優しい。優しいな。無視してもいいのにね。その優しさが、僕の計画通りなのさ。さ、助けに行きな。もっとも、助けに行かなくても、それはそれでいいけどね。こないだ胸像に潰されかけたの、あいつのせいだし、すぐわかったよ。いっそ落ちちゃったらいいんじゃないかね、八王子。あいつがどうなろうか、知ったこっちゃないね。ゲンゲン、割と本当に冷酷だな。まあでも、メグちゃんが助けるの分かっててやってるだろうね、多分ね。あの窓の少年、未だに窓枠にしがみつき何かを訴えています。行くわ。行かざるを得ない。あ、はあ！おや、姫君走り出しました。これは、な、窓の外の少年を見て走り出した少女。これは一体どういうことか。これはもしや、窓の外から、メグさんを奪いに来た？ああ！あれ？あの人、八王子くんじゃない？あいつ、八王子だ！八王子蓮！ねえ！会場は大混乱です！この蓮って言ってるの、誰？めぐみちゃん？めぐみちゃんが、蓮くんのこと蓮って呼んでんの？どういうこと？あのままでは蓮は落ちる。早急に助けに行かねば。オッケー。ここからかな？え、どうやって行くの？ここ？ここから？はい。あ、オッケーオッケー。行くよ。頑張りなさいね。もう少し。落ち、落ちる。ああ、もうダメだ。仕方がない。ここで。ああだった！おい、メグ！大丈夫か？あ、え、あ、う、お、あ、お、メグちゃんが下敷きになって助けたってこと？いや、すげえ体張るね、メグちゃん。大丈夫。もう平気。いやー、助かったな。よかった、よかった。助かったようね。屋根がツルツルでさ、びっくりしたよ。そこに立った瞬間、もう滑り落ちてた。屋根が？源氏の罠ね。もう平気よ。いつまでも触れていないで、離れてもらえないかしら。めっちゃめぐちゃんのこと心配してたんだね。結構やっぱ、強がってるけどさ、多分だけどさ、蓮くん、マジでめぐちゃんに惚れてると思うわ。永田くん。大変だわ。運命の告白、クライマックスを見に行かなきゃ。これは、この展開はどうしたことか。メグさんの運命の赤い糸が結ばれるのよ。あの謎の紳士と。赤い糸だと？俺は踏み台だったというのか。ちょっと邪魔しないで！俺は、彼女と青春を謳歌するのではないのか！あなたも彼の勇姿を見たでしょ。彼とメグさんが結ばれていることは明らか！バカな、俺の、市ヶ谷の、四ツ谷の、青春は。もうおしまい。さ、急がなきゃ。うわぁ、かわいそう！ねえ、あなたくん、かわいそう！ああ、これは絶望するわ。もうだって、幸せが目の前にあったのに。たまちゃん。あ、いました！姫君と略奪少年、二人は抱き合っていました！おーこれはものすごい展開です！なんと、姫君を慕っていたのは一人ではなかった！おい、どうなってんだ？これが愛の力。
惜しみなく奪うもの。うっとり。参った。こんな迫真の演技をするとは。勉強させてもらったよ。大喜びで駆け寄った少女、それを受け入れる少年。とんだ茶番。けれど、なかなか面白い仕掛けだわ、源氏。このような結末を誰が予想したでしょう。さあ、告白はどうなる？おい、この場合誰が告白するんだ？そりゃ八王子だろ。あんな大胆な手を使ってさ。いや、慌てて駆け寄った姫様も相当気持ちがこもってるはずだ。どっちだろうと、これはもう確実に結びつく予感だ。よし、一番へ、告白だ。俺が告白？おいおい、そんなバカな。え、告白？長くなってしまったので、ここで一旦区切ります。次回、小倉瀬エピソード4最終回、お楽しみに。